SG 第29回オーシャンカップシリーズ2日目オープニングカードを勝ちました斎藤仁選手の登場ですどうぞ大きな拍手でお迎えください <laughs> お疲れ様でしたなんてリッチなお辞儀をしていただいてお座りいただきましょういやいやいやじゃあ一緒に <laughs> よいしょとジャマイクをお持ちいただいて斎藤選手うちわを持って頑張ってくれてました いや、早々に嬉しいですよね。今勝ったお気持ちいかがですか。いやあの、あの応援のおかげで。<laughs> 後押しになりました。<laughs> なるほど、逃げられたわけですね。はい、勝った斉藤選手にはこちら、ボートレース大村のトートバッグプレゼントいたしますので、お持ち帰りください。はい、それでは、レースを振り返っていきましょう。進入は一四二三五六、変わらず斉藤選手はインコース。まあ、お越しなどは想定内でしたか。そうですね。あの、うん、ちょっとゆっくり。 展示よりはゆっくりさせてもらいました、はいうん、起こしてからそのスタートまでの行き足というのはいかがでしたかえっとちょっと45の90点気持ち悪かったんですけどあのしっかり行けたと思います、はい、先に回る形となりましたがあのあたりはターンどうだったんでしょうかあの回った後の足はエンジンのおかげでターン周りはちょっとやっぱり正直緊張してちょっとターンマーク外してました、うんうん きょう今日も朝からプロペラ調整されていますが、はい、船足的には2層目ですけどもどんんなな感じなんですかあの昨日は微調整で行って、うん、あの見てる方が良さそうだねって言ってくれたので、はいまあ、その微調整で行ったんですけどちょっと昨日よりも回転は足りてなかった気ししました、はい、ただご自身の体感なんかはこの暑さの中でもいかがなんでしょう、うん、みんな多分そうだと思うんで<ー>はっきりは分からないんですけどうん、うん、もうちょっとスムーズに回転が上がればよりいいのかな。はい っていう感じですかなりこの暑さっていうのはなかなか難しいみたいですね、選手の皆さん。そうですねちょっとそれがちょうどいいのか、リプレイ見てる感じは悪くないので、この体感になれる方が早いのかなと思いましたじゃあ、明日に向けて調整は続きそうですかそうですねまだできることあると思うんで、自分なりにやりたいと思います分かりました、い。今日はこれで終了となりました、い。明日に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。暑いい中応援ありがとうござました 足りなくなってからじゃあちょっと熱中症になると思うんで、うん、適度に水分取って二レース以降もボートレース大村で楽しんで勝ってくださいありがとうございました明日も頑張ってください斉藤仁選手でしたありがとうございました斉藤選手も水分取ってくださいねあ,<れ> <laughs> ありがとうございました一レースウィナインタビューをご覧いただきました競争成績です二レースを勝ちました山口強一選手の登場ですどうぞお大地に拍手をえてくださいえますか ありがとうございます。お座りいただきましょう。うい,いや勝ってこれだけの声円に迎えられるっていうのは気持ちいいでしょうね。最後です。ありがとうございます。<laughs> いや今勝利を収めました。お気持ちいかがですか？いや、もうあの良かったと思います。うん、はい、勝った山口選手にはこちらボートレース大村のトートバッグプレゼントいたしますので、はい、お持ち帰りください、えー、それではレースを振り返っていきましょう。 え、進入は枠なり三対三、山口選手は四コース、角になりました。ダッシュからのスタートはどうでした。いや、まあ、いいスタートいけたと思って、内側見たんですけど、まあ、上条くんも行って。ただ、まあ、ダッシュの中で伸びてってたんで。はい。まあ、余裕を持ってさせた感じです。じゃ、いい感じでの伸び具合だったんですね。そうですね。はい。そして、この一マークです。出足、めちゃくちゃいいですね。昨日の、あの、ドリーム競ってる時も思いましたけど。はい。じゃ、出足がいい。 はい、回った後っていうのはどうなんですか？いやもういいです。そこもいいですね。<ー>そこに特徴がありますね。はい、なるほど。あの前期目の時にはね回転が上がってないけど悪いとは感じないっておっしゃってました。はい、で調整をして。 じゃあ良くなった感じなんですか。そうですね、一通り整備もして、うん、プロペラも叩き換えて、うん、あの自分が大村で行くときに。いい出足型になるプロペラの形があるので、はい、まあそれに叩いたら、うまく反応していると思います。うん、となると、海水育ちの山口選手にとって、出足が良くて、はい、好みの仕上がりですか。そうですね、通称ピノキオ仕様。ピノキオ仕様 <laughs> もうピノキオ仕様になれば、はい、もうあとはレースに集中ですよね。そうですね、それでまあ伸びが極端にやられることは、今節ないんで、んあの自分のところ。 特有なピノキオ仕様でこのまま突き進めたらいいなと思ってます、はい、じゃあ後半に向けての調整というのはどうですかそうですねあの 結構行き足に自信がついてきたんで、<う>ちょっと思い切って行く気ではいます。はい、そうなんです。後半レースはですね、八レース六号手。はい、まあコース取り皆さんも気になるところだと思います。まああの助走距離が短くなればなるほど僕のピノキオ塩が来てくるので、はいちょっと、ね、ここはあの前半最初の勝負だと思っていきます。はいじゃもうとにかく行き足がいい時のそのピノキオ塩という感じですよね。はい足を中心に。それでは後半に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい後半六号手で,ですけど。 一着目指し、真剣勝負します。それの方お願いします。後半も頑張ってください。い山道、純粋でした。二レース、みんなインタビューをご覧いただきました。競争成績です。三レースを勝ちました。本谷智之選手の登場です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。い,い, <laughs> いや、お疲れ様でした。 もうね、真夏のこのオーシャンカップですから、選手の皆さん大変ですね。暑いっすね。ね<え>やばいです。はい、ただここはインから勝ちました。良、はい、かったです。はい、勝った魚谷選手にはこちらのですね、ボートレース大村のトートバッグプレゼントいたしますのですお持ち帰りください。はい、それではレースを振り返っていきましょう。新、えー、入本番レースは枠なりのオールスローとなりました。お越しからどうでしたかインコース。 えあの天井よりねあの、うん、少し余裕があったので、はい、まあ、まだ行きやすかったですけどもね。はい、このあたりの行き足っていうのはどういう評価になりますか。えこの辺は悪くなさそうですね。はい,はいこの辺は。 と言いますと、うん、たんまり今日はちょっともう一つで刺されたかなと思うぐらい迫られてたんで、ええ、あのたんまりまだ改善の余地があると思います昨日はそんな症状っていうのはなかったんですか昨日後半はね比較的スムーズだったんですけども、はいうん、やはりその日々の調整っていうのはこの暑いだけにやっぱ大変なんですよね難しいですね<ー>はい。そうですかじゃあその後回った後っていうのはどうなんですかね また、あ、後から直線向き始めはね。あの、うん、悪くないと思ってるんですけどもね。はい、うん、まあ、今回手にしたモーター注目モーターということなんですが、そういう意味では今どんな評価になりますか？あの、前走者の方がね。転覆されてるってことで、はい、あまあ、前走の足がわかんないんで、ちょっと比較できないですけれども。うん、まああの？ 全然ダメっていうかがっかりする足ではないです。じゃあ上谷選手の中でもちろん調整の余地はありそうですけど、悪くはないレベルという。え、あのあえばそこそこいくと思ってますけどね。そうですか。うん、そうすると今日はこれで終了となりました。何か考えることありますか。え、まあ思うところあるのでいろいろ見てみたいと思います。わ、うん、かりました。それではこの白星上がりましたので明日に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、えー、明日もセーっぱいします。よろしくお願いします。明日も頑張ってください。上谷と森選手でした。大勢ですね。ありがとうございます。 ました。三レース未なインタビューをご覧いただきました。競争成績です。四レースを勝ちましたミネルウタ選手のお登場です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。<laughs> い <やー S 3> や お座りくださいいやもうありがとうって言ってるお客さんもいらっしゃいますよ、はい、ありがとうございますますあ昨日以上にまたお客様のタオルが増えてます,、ねそうですね、あのう僕はねあの言っちゃったんであの<え>てきくれましたね,ね、はい、まさかここで来てくれるとはそうですねあの、自分もここはまあ3着取れたらいいかなって思ったんですけど、はい、まあ展開様々でしたね、うん、まあでも今脇さんが4カド引いてたんで、うん、あの気合入っている今脇さんはもう信用できるんで、はい、はい、信頼させてもらいました。はい 勝った峰選手にはボートレースオムラントートバッグプレゼントいたしますそれではそのレースを振り返っていきましょう、はいえー、進入は枠なり3対3峰選手は6コースじゃあちょっと…なんかね、うん、自分が差したいタイミングのところでずっと伊沙部君がいて、はいええ、待っちゃったんですよ結構あ,<ー>あ、ではまあこれよくても4着くらいかなと思ったら誰も見なかったんで、ええうん、びっくりしましたねこれハンドルっていうのはうまく入ったんですかすうんでもなんとなくここの辺ギリギリかなと思いましたね、ええ ここからですよ、どっから来ました <laughs> まあなんかあの今多分閉められたら、そのまま閉められたらやばかったんですけど先に回してくださいっていう感じで自分が主張したんであの行かしてくれましたね,したねじゃあもう6コースからし。コ しっかりハンドル入れて、はい、その回って進む感じっていうのは、今日はどうでしたかいや、いいと思いますよ。あつ、のーうん、繋がってるっていうか、出足伸びが分かれてないっていうか、あのーはいうん、連動してる感じありますね。うん昨日ドリーム勝ってから今日のレースまでっていうのは、調整の方はどうされたんですかいや、もうほとんどやってないですね。あのー、んなんかちょっと片方ダイヤが開くとこを戻したぐらいで、うんうん、なんかそこだけで、なんかうんま 夏なんで、わかんないですね、あんまり。い。や、それだけもうエンジンに影響があるってことですよね。うん、それよりも、もうあの気持ちで行きたいなと思ってて、もう船橋高行じゃなくて、もう。ベラはあんまりやんないとこうと思ってます。うん、じゃあ、もうあとは気持ちとテクニックと。そうですね、はい、なんか自分が持てるスキルで、勝負できたらいいんじゃないかなと思います。じゃあ、そうすると、仕上がり的には、やはり問題なさそうですね。そうですね、はい。さて、そうするとですね、六コースから、まあ峰先生満州経になりましたんで。あ。 やっ最近のコスカーでもね人気ないんで。さあ後半は9です。今度は4個手です。はい4カードですね。はい4カードですよ。なりますよね。3カードになったらすみません。さあこれだけファンの方をいらっしゃいましたんで後半に向けてメッセージお願いします。はいこの大村のためにあの沸かせるつもりで来たんでもっともっと完成もらえたら自分がなんか飛躍しそうな気がするんで。 僕に聞こえるぐらい完成、えー、くださいお願いします後半も頑張ってくださいありがとうございました峰龍太選手でした4レースウィナインタビューをご覧いただきました競争成績です5レースを勝ちました菊地光平選手の登場ですどうぞ大きな拍手をお伝えくださいあいやすごい声援ですねりお伝えりください いヤゴコースからタオルを持ってらっしゃる女性の方もいますありがとうございますこの勝利は嬉しいですね嬉しいですね昨日からずっと調整されてましたそうですね昨日あの二着から抜かれて決着がいっちゃったんで、はいはい、申し訳ありませんでした <laughs> ここでしっかりと取り返しましたはい、勝った菊池選手にはボートレース大村のトートバッグプレゼントいたしますそれではそのレースを振り返っていきましょうえ、新人は枠成3対3菊池選手は五コース まあ、行き足つけたいっておっしゃってましたが、その辺どうですか。あのスリットする足はだいぶは向いてるんですけど。はい。出足がやばかったですね。ただ、展開的には、ここどう見てました。いや、もう新海くんがもう行き切る感じだったんで。んあの。ちょっと。 しっかりスピードつけて刺しに行きたいなと思ってじゃあここしに行ってもちょっとその出足には課題があったわけなんですね。今ぐらいのスピードで回れればいいんですけどここもね元に前まで2コーナー行かれそうになって、はい、やべえと思いながら道中も全然この後も余裕全くない状態で。 ませる形となりましたけど、すぐに決着がつかなかったってことですよね。そうですね。あの昨日よりははるかに良くなってるんですけど、まだまだ課題がいっぱいありますね。じゃあ、今おっしゃった出足。そうですね。直線はだいぶは向いているはずなんですけどね。はい。じゃあ、行き足も上向いたと。そうですね。直線系統はだいぶ良くなってきてるんですけど。はい。ただ。物足りない。はい、ターンが、ターンの、ターンマークの近くに行くと。はい。 大変ですいやもう汗が物語ってますね調整とレースと暑いですね暑いですね、はい、もう皆さん手振ってらっしゃいますねそうなんです後半は11レース1号艇で登場となりますそうですねうん今日はいい形で流れを掴んでるじゃないですかもう負けられないんでね負けられませんは,はいさあそれでは後半に向けてファンの皆さんにメッセージお願いしますはい後半も一回行きます待っててくださいはい後半も頑張ってください菊池光平選手でした 5レースミナインタビューをご覧いただきました競争成績です6レースを勝ちました遠藤恵美選手の登場ですどうぞ大きな拍手で迎えくださいはい声優が飛んでおりますお疲れ様でした恵美ちゃんって最前列にはタオルもしっかりとありがとうございますね、インから白星上がりました今の気持ちいかがですか嬉しいですね。本当にこんな暑さですからね勝った遠藤選手にはこちら ボーートレース大村のトートバッグプレゼントいたしますのでお持ち帰りください、はいはありがとうございますそれではレースを振り返っていきましょうえ進入は枠なり3対3遠藤選手はインコース、はい、踏み込んだスタートだったみたいですねそうですねここは行くぞという思いもあったと思いますが、はい、今節スタート間の方はどうですかでこんなに速いと思ってなかったので修正したいいと思いますまあそれでもこのスリットっていうのはどんな風に映りました ちょっとピンチかなっていう雰囲気もありました、いやそんな感じはなかったですそうなんですね、はい、じゃあ1マーク先に回ります、はい、この感じはこの暑さの中でどうだったんでしょうか、そうですねあの、かかるかちょっと不安な部分あったんですけど、かかかっっててくれてよかったです、はいえー、3着、2着、1着ときました、はい、今回のこのモーター、戦ってみて、遠藤選手の評価はどんな感じになりますかそうですねあの、本当に足がしっかりしてて、<ー>はい、いいエンジンだと思います。はい はい、じゃああとは体感ですけど、この暑さで厳しいとは思うんですけど、どうですか？ターン周りのその乗ってる感じは乗ってる感じ。ちょっと乗りにくすぎてちょっとはい。ちょっと後ろの方に迷惑かけてるんでしっかり合わせたいと思います。じゃ、あその乗りにくさが今課題という感じですか？そうですね。なんかずっと滑る感じあったんですけど、そこはなくなったんですけど、今度跳ね出したんでちょっと間を取りたいと思います。はい、もう皆さんね。暑くて回転が上がらないとか重いっていう方も多いようなんですが、遠藤選手どうですか？ いや、重いですね。そうですよね。まあでもいい感じで来ております。この大村は S.G. を取った水面でもありますし、まあ S.G. だけじゃないですか。はい。どんなシリーズにしたいですか。はい。あの盛り上げれるように頑張ります。はい。ぜひ盛り上げていただきましょう。それでは明日に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。はい。頑張ります。控えめな手を振ってるね。はい。遠藤恵美選手でした。ありがとうございました。大きな拍手でお受けください。 六レースウィナインタビューをご覧いただきました競争成績です七レースを勝ちました深谷智博選手の登場ですどうぞ大きなハックして迎えくださいすご <laughs> い,いですねお座りくださいなんか子供たちちびっ子が思いっきり手振ってて だからヒーローが登場みたいなシーンになりましたねしいす,あい,すいやーここはインから押し切りました、はい、今の気持ちいかがですかよかったです、はい、はい。勝った深谷選手にはこちらボートレース大村のトートバッグ、はい、プレゼントいたしますのでお持ち帰りくださいはい、はい、ありがとうございますそれではレースを振り返ります進入は枠成3対3深谷選手はインコース、はいまあ、昨日はダッシュからでしたがスローのスタートどうでしたか展示が思いのほか届きすぎたので、はい、ちょっと様子見ながらはいきました この辺の行き寄し行こうですか行き寄しがかなり良くなりましたねあ、そうなんですねじゃあスタートしてからその後っていうのはどうなんでしょうその後もいいんですけど一瞬のこのターンの後がもうちょっと前にいてほしいんですけどねあ<ー>、はい、ただそのターンの関係っていうところではよ仕上がりとしてはじゃあどんな評価なんですかあ、今の感じは悪くなかったのでうその昨日の悪かったところが改善しつつあるんで、はいええ 足も変わらずいいので、はいはい、もうちょっと後半良くなるかなという感じはします、うん、じゃあもうちょっとで深谷選手の中でも納得いくようなレベルには来そうですかそううでですすかねエンジンがすごいしっかりしているので、うん、まあそこら辺は信頼して、はい、あとはもう自分次第かなと思います、うん、確かに注目モーターを手にしたんですがこの暑さの中でも、はい、じゃ動いてはくれている感じはありますかそうですね周りが多分 動かない分、うん、エンジンがしっかりしてるんで、はい、動いてくれてるのかなと思いますはい。今日は後半12レース3号艇で登場となります、はいはい、じゃあ今後の調整っていうのはどう考えますかそうですねちょっと今インコースだったので、はい、まあ行き足しっかりちょっと意識したんですけどもうちょっとあの攻めるレースできるような、はい、あの調整したいと思ってますわかりましたさあたくさんの、ね、ファンの皆さんが待ってくださっておりますので、はい、それでは 後半に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします、はい、後半もいいレースできるように頑張ります後半も頑張ってくださいありがとうございました,ました深谷智弘選手でした七 <laughs> レースウナインタビューをご覧いただきました競争成績です八レースを勝ちました磯部誠選手の登場ですどうぞお気軽くしてお迎えくださいお疲れ様でしたお座りくださいもう汗びっちょりですね いやーここはね進入の並びも変わりましたけど慌てず騒がずのレースになりましたかはいただ六番 <laughs> が嫌いになったことは確かに <laughs> 追っかけられてましたね焦げそうになりました <laughs> そうですか、はい、でも一着上がりましたので勝った磯部選手にはこちらボートレース大村のトートバッグプレゼントいたしますのでお持ち帰りくださいそれではレースを振り返っていきましょう、えー、進入は一二六三四ダッシュ五磯部選手はインコースから スタートの方はいかがでしたかもう知りません <laughs> <laughs> でもタイミングを見るとここまではいい数字のようなんですがうんスリットグランナーどうですかいやもうももうなんもうな、うん、ようわからんすマジでとにかく先に回るぞみたいな、はいうはい、そうすると先にまず回ります <laughs> この辺どうでしたいやなんかい,いつもより球が来るのが早くてうもう気づいたら横にあったって感じでちょっと一幕漏らしちゃいました、ね、そうなんですねじゃあちょっと気持ちの面でなかなか 穏やかじゃなかったうんただはい六番が嫌いなことだったやっぱプレッシャーを感じたわけですねまあ真剣勝負されました、ね、そうですね、はい、<laughs> うまいこと言いますねただイソベス先生モーターっていうところではどうですかあの数字あるんですけど、はい、あの至って足はあの普通かなっていう,うでもあの目に見えないところでは気に入ってるんでレースはすごいしやすいので、はいうん あのずっと調整もされてるようですが、じゃあ前ケンから変化何か掴んだところていうのは具体的にどんなふなしなんですか。いやもう本当あのー、今までは良かったんですけど、うん、今日で六番が嫌いになった <laughs> そ,、ね、それぐらい変わったことは。だからこの白星車じ大きかったってことですよね。そうですね。はい。はい。じゃあ明日に向けてっていうのは調整、ふなしポイントどんなことを考えますか。あもう今本当あの気に入ってるんでレースする足、うん、あのレーサーシとかは。 なんでまあ微調整ぐらいですかねああそうですかじゃあちょっと明日に向けても真剣勝負していただきたいと思いますので <laughs> それではファンの皆さんにメッセージお願いします <laughs> はい頑張ります明日も頑張ってくださいありがとうございました磯部誠選手でした八レースミナインタビューをご覧いただきました競争成績です九レースを勝ちました吉田角郎選手の登場ですどうぞお気の拍手でお迎えください <laughs> お疲れ様でしたマイクをお持ちいただきましょうもうおめでとうって声が <laughs>、なんかね嬉しいですね。もう汗だくですよ。もうインから押し切りました。今のお気持ちいかがですかはい、ほっとしてます。はい、勝った吉田選手にはこちら、ボートレースホームトートバッグ、はい、プレゼントいたしますので、はいはい、お,お持ち帰りください。はい、いさあ、それではレースを振り返っていきましょう。え新にはくなり3対3、吉田選手はインコース。スタート、気合のスタートだったみたいですね。 いや、そんなつもりはなかったんですけどね。<laughs> えー、あの。やっぱちょっと陰って早かったんですかね。<あ>はい、そうなんですね。まあ、ここ2層もねゼロ台だったんですが、ここは陰からなので当然気持ちも入りますよね。まあ気持ちは入ってたんですけどね。こ、はい、のスリット付近どうですか？アスリート付近はあの、うん、ずっといいです。はい、そうなんですね。そして1マークターンご覧になっていかがでしょうか？ あターン見てなかったです,いすご自身のターンっていうところではどうでしたか、はい、あもうはい僕の中ではいいターンできましたは,い、はい。あの,前景日の時には、まあ、エンジンは悪くないんじゃないかなっておっしゃってましたでそこで調整をされて <laughs> まチルトもプラス0.5度にした時もあったり今の現状のふなっしっていうとどういう評価になりますか まあちょっとドリームはちょっと目立ちたくて跳ねてたんですけど <laughs> <laughs> はいあのー、まあゼロで中心にはい、はい、合わせていこうと思います、はい、そうですかそうすると今後何か求めていく足だったり調整イメージというのはどうですか、うん、あ,あまあ多分伸びはのいいエンジンだと思うのであの、うんはい、もう少し伸びたらなと思いますはいあじゃあそこできればつけていきない感じもありますか、はい、そうですねはい,はいまあでもこの白星は今日は大きかったですよねそうですちょうど前半大敗してしまったので、うん、はい、うん、良かったですはい。 さあ、これで終了となりました。まだまだ暑い日が続くんですが、明日以降に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、えー、6日間頑張ります。応援お願いします。明日も頑張ってください。はい、あ,りありがとうございました。吉田角郎選手でした。9レースウィナインタビューをご覧いただきました。競争成績です。1レースを勝ちました、土屋智則選手の登場です。どうぞ大きな拍手をお迎えください。 いや大声援の中での投票となりました。はい、ありがとうございます。いや今の気持ちいかがですかはい、ちょっと想定外です。想定外、はい、とんでもない見事なレースでした。はいはい、ありがとうございます。お座りください。はい、いや、昨日からの連勝となりました。はい、まあ昨日は一号手だったんですけど。はいえ。もうレース終わったって感じですね。は,はい、嬉しいです。<laughs> え勝った土屋選手にはですね、ボートレース大村のトートバッグ、こちらプレゼントいたしますので、お持ち帰りください。 えー、それではですね、レースを振り返っていきたいと思います。えー、進入は枠なり三対三、土屋選手は四コース、角になりました。まず、これ起こし、スタート、そこからっていうのは、どんな風に移りました。まあ、もうスタートは行く気で行ったんで、うん、はい。そして、そのスタートしてからですよね、はいち。ちょっと伸びなかったですけど。<ー>はい。そして、一マークです。はい。この辺りはどうでしたか。 そうですね。あのなんか展示の周回タイムとかもしっかりついてましたし、うん、あの回った後の足はいいような感じがします。確かにトップタイム3つも。 そうですね。はい、じゃあご自身の体感とタイムっていうのは合ってる感じはあるんですか？そうですね。レースしてみてはい。合ってると思います。はい、もうご自身のプロペラの形に叩き変えて、基本委員から逃げた時にもやはり船足はだいぶいいとおっしゃってました。前傾に比べるとそうです。で、まあ前傾が完全な出足型ではい。伸びがなかったんですけど、まあしっかり伸びもつけて、出足もそこまで殺さずにはい。 いい出足してると思います。じゃ、今日はどんな調整されたんですか？ま、今日は微調整ぐらいで、えー、はい。じゃ、昨日買った時はもうどこからでも勝てるような仕上がりにしたいっておっしゃってましたが、そんな感じにはなってますか？いや、ちょっとそれはまだ <laughs> はい。そこまではなってないですけど、<laughs> いや。でもこのね。はい、4コース角からの勝利は大きいですよね。そうですね。はい、嬉しいです。はい。 えー、今日はこれで終了となりましたじゃあ、はい、明日以降も楽しみになってきましたので、はい、ファンの皆さんにメッセージお願いしますはい、えー、明日もここに行きたいと思います明日も皆さん来てくださいよろしくお願いします明日も頑張ってください、はい、ありがとうございました,ました土屋智則選手でした、はい、大きな拍手でお送りくださいありがとうございましたジュレスウィナインタビューをご覧いただきました競争成績です 11レースを勝ちました宮地元希選手の登場ですどうぞお気な入りしてお迎えください <laughs> すごい声ですねもうなんか声がかき消されるぐらいの勢いですけどもじゃあマイクお待ちいただきましょう宮地マニアの皆さん待ってらっしゃったみたいです、はい、ありがとうございますいやー <laughs> ありがとうございますありがとうございます 必殺技が出ましたね宮地選手のはいなんとか、はい、勝った宮地選手にはこちらボートレース大村のトートバッグプレゼントいたしますので、はい、お持ち帰りいただきたいと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、さあそれではそのレースを振り返っていきましょう、はいうん、C には枠なり3対3宮地選手は3コースになりましたああスタート行きやべドッキリでしたね行き切りましたね行き切りましたねこれどんな心境だったんですか いやべえと思ってまあうん一、うん、秒前にめちゃめちゃ放りました、うん、放ってよかった <laughs> はい今年度っていうのは今節どうなんですか、はい、だいぶえー、っとさっきのレースは良くなりました前半は悪かったんですけど、うん、はいこういうところで放れるあたりが大人になったなと、うん、<laughs> もう若かったら一キットオラあいうて、ん、じゃあ放れたっていうことが成長されたと、うん、本当そうですいやでもあの一マークご自身でターンご覧になってどうでした まあまあまあスタート分まあ回りやすいんで、うんうん、っていう感じかな。まあただ前件比からの調整というところでは簡単じゃなかったはずですよね、うん。大変やったですね。ね<ー>エンジンなんていうか多分良くないんですよね。うん、でいろいろあの部品交換なしになってるけど、はい、昨日終わってキャリボでリング三本変えて。うんうん 戻してまたペラやり直してとかいう感じでいろいろやりくりしてるんでまあ中堅会だったのが今中の上ぐらいまで来たかなっていう感じで中堅上位まで来たはいじゃあ本当に船足の手応えもあって出た結果とそうですねこの足前半やったらまあ刺さってるんじゃないかなっていうところなんですけどねまあただそれを聞いたらじゃあそろそろ反撃開始ですねうんそうですねうん1後手と5後手はい いやでもねサコースからのまくり出し一昨年のねこのシリーズを思い出しますねうんいやいやままたあれはあれで大村のサコースはよくいろいろね一と取ってますはいぜひね皆さんも応援していただきたいと思いますがじゃあ本当ここからの調整っていうのはもう気温とかに合わせていきながらそうですねうん宮地マニアの皆さんが待ってましたのでそれでははい明日以降に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします買いました。 ずーっと、あの、お、俺の。あの話よりずーっと、あの、スマホを見てる方がいたんで、あの、今買ってくれてたんかな、次のレースを。そっちの方が大事。うん、<laughs> ありがとうございます。いや、もうカメラの数がすごいんでね。<laughs> うん、はい、それでは、ほら、SG ジャンバーを北宮地選手のね、方もいらっしゃいますので。ありがとうございます。はい、きっと最高年齢のカメラがですね。あ、いや、もう、ファン、っていうか、もう皆さんの。はい。はい。はい。ありがとうございます。もう一言、カメラの向こうに、メッセージお願いします。はい。ええー。 えっと、また予選、ここで、また来れるようにね、明日から、また頑張りますんで。えっと、平日ですけど、また、皆さん来てください。よろしくお願いします。明日も頑張ってください。い,いや、仕事に青春でした。セイチレース、みんなインタビューをご覧いただきました。競争成績です。入ってきて、また伸びてきて。うそうですね。二着まで入ってきてというところでしたね。はい さて、シリーズ三層目、ここで白星となりました一号艇の石野孝之選手。引き上げてきたところ、ご覧いただいております。大阪勢のメンバー。と神谷選手と笑顔交わしながら、うん。会話されているんでしょう、ね。そうですね。はい、うん。あとは、まあ、やはりプロペラを叩きかえてという話がありましたんで。はい、シリーズ二日目、十二レースを勝ちましょう。石野孝之選手の。 どうぞ大きな拍手でお伝えくださいすごい拍手ですねかっこよかっこいいですよね昨日の半分しか俺 <laughs> あらバレてましたでも見てくださいちびっ子が石乗ってありがとうね嬉しいですねいや半分でも待ってますよ皆さんはいありがとうございます待望の一着になりましたはい。今終えていかがですか気持ちはまあスタートだけいかないとちょっと振動そうだったんではい、はい、よかったです えー、勝った石野選手にはこちらのボートレース大村のトートバッグプレゼントいたしますありがとうございますそれではレースを振り返っていきましょう進入は枠なり3対3石野選手はインコース、まあ、スタートもちろんここはしっかりとという思いですよねはい。どうでした今スリット写真ご覧なってイメージと比べてま勘通りいいですね、うん、はい。そしてこのスタートしてからっていうのはどんな風にご覧になってましたか深井くんがだいぶ出てくるんで、はい、ちょっと余裕はなかったかなと思います そういう意味ではちょっといい人との差というのは感じられるところはあるんですかはい、はい、ただ、石野選手も初日部品交換もあって調整されています、現状、どんな評価となりますかまあ普通ぐらいなんですけど、うん、ちょっと最近、プロペラが全然分かってないんで、はいあの、ずっと試行錯誤しながらやってます、うんうんまあ、それでもじゃあ、前兼備に比べると変化というのは出てきましたか まあ結構叩きえてるんですけど、そうなんですね。はい、まあ体幹の部分がもう少しバチッとくればいいかなと思います。うん、はい、もう常にね挑戦しながら叩いて、はい、もうちょっとサボってます、熱すぎて、<laughs> はい。いや本当にモーターもバテますよね,ねそうですね。あの、はい、適度に休憩しながら、いやいや、はい、でマスびちょっでも爽やかな笑顔でね皆さん登場してくれましたので待ってますので、<laughs> いはい。そうすると明日以降また何か考えますか。ちょっとまた しっかりプロペラやっていこうかなと思いますわかりました待望の一着になりましたのでそれでは明日に向けてモタオルを持っている方もいらっしゃいますのでメッセージをお願いしますはいえっ、ー、と頑張ります <laughs>、はい、明日も頑張ってくださいはいは、はい、ありがとうございます大きな拍手でお迎えください <laughs> ありがとうございましたジュニレースビナインタビューをご覧いただきました競争成績ご覧の通りです